おはようございます、ブヒケンです。本日は木曜日でございますね。木曜日でいいだよなちょっとね、昨日はね、私の誕生日ということもありまして、ジーパンを今ね、履いてるんですけどね、47年モデル、いいっすよ。やっぱ新品のなんかあれだね。あ、まあいいや、またこのジーンズの話はね、趣味の部屋からでまたしますねもうとりあえず作業がないので、もうのんびりしてようと思っちゃっております。今日はちょっとね、まあ養生を取ったりとか、まあね、ここずっとほらね、削ったりなんやかんやったからさ、まあすごいのよね。ちょっとお掃除をね、1日かけてゆっくりお掃除をしていこうと思います。そんな動画見ても面白くないでしょね、まあ、だけどね、一応なんか出さないとって思いまして困っちゃうな本当に。お仕事募集中です。あ、それと視聴者の皆様、誕生日の時のね、お言葉を皆さん本当にありがとうございます。常連視聴者の皆様、本当に嬉しいです。ありがとうございます。もうね、皆様ぐらいしかね、おめでとうって言ってくんないもんでねまあね、僕らぐらいの年代になるとさ、もうね、何がめでたいんだかめでたくねえんだかもう分かんないぐらいの年代だから、もうあと何年かで60ですよねもうそういうの考えたらさ、別にね、あれなんですけど、やっぱ私ほら本当に毎日一人っきりじゃないですかね。まあ親父がね、いるんだけど、実家にね、悠々自適に今は暮らしてくれてるもんでね。で、まあ彼女とかも一切僕はいないので、時々ね、誕生日の時ぐらい誰かに優しくされたいなって思う時もあるんですよ皆様本当にいつもありがとうございます。嬉しいです。はい、ちょっといろいろね、書き込んでくれた方のあれにね、答えたいんですけど、まあ、まだちょっとやめときましょう。今日からね、7日ぐらいまで時間がいっぱいあるので、まあ、またつまらない動画をいろいろ出すと思うんでね、その中でまたね、説明しようかと思います。そんな感じで皆様、本日も最後まで、ね、どこをどういう風に見てもらえばいいのか分かんないけど、ご視聴よろしくお願いいたします。さて、頑張ってお掃除するか。だいぶ綺麗になった。んで、それでは、ひんむいちゃいますね。久しぶりに久しぶりに常磐の上とか見えたな。ちょっとひんむいちゃいます。はい、久しぶりに本体が見えましたね。よし、これでね、あとは塗装屋さんに持っていく日にちまでちょっと待ってるって感じですね。あ、あれつけないとね。さあ、明日から何をしましょうか。とりあえず明日は本当にちょっとアストロちゃんのオイル交換をして、ジョコンダさんをきれいにするかね。えすごいよさっきね、ちょっとウォーキングも行ってきたんですよ。また汚れた。47モデル。また雨降りそうだな。